は、早いんですよ、あなたたち。え、何ですか？まだ1分あるじゃないですか。なんで、なんでよ。え、何がですか？なんでそんなやる気出してる風なことを演出するんですか？一番練習遅かったくせに。いやいやいや、一番練習遅いのは本番想定した練習をしていたからです。もうなんでカシオさんミュートしてるんですか？カシオさん、ちょっと、もう。あ、目覚ましが鳴った。よし、ちょっと待って。あの、お二人の今、コミュ番号にして、ちょっと設定しますんで。はい。まず、博士さん。映ってるかなこれ。カメラ映ってるかな、真っ暗かな、ね、イェーイ、画面映ってる？イェーイ。カショウさん、マジいないよね。電話出えへんもん、スカイプ。え？スカイプ、あの、てん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 ってなったままですよ。いや、多分ね、なんかね、焦ってるんですよ、きっと。あれちゃいます？あの、緊張しすぎてお腹痛くなってるんちゃいます？いや、もう体調悪いですね、あの人ね、もうね。もうなんか、あ、そうだ、かかってるんだった。かかってるんだったじゃないの。おいおいすいません、すいません、オッケーです、完璧です。完璧じゃねえよ。オッケーでーす。よし、行くぞ。じゃあ、このイージーモードってやつやればいいわけですね。いや、いや。そんなわけねえだろ。え、ボタン撤去してるよね。撤去してるよね。あ、助けされた。オッケー。撤去された、ちくしょう。で、まず、こう、あ、影元ここがヒエピタさんかな。あ、そっか、もっと切らない。影元抜かないと。あ、影元してると真っ暗すぎて見えなくなるよ。それこそ積むよ。ボヤミちゃん、ボヤミちゃん切るかな。あ、ですね。ボヤミちゃんは切ります。切りますっていうか、音をなくします。あなたたちがうるさいので。言い方。言い方あるでしょ、もうちょっと。何ですか。うちのリスナーこれぐらい言っとかないと何もわからないから。ひど。ひど。ひど。さあ、ね、先ほど今井さんと、うん、飛龍さんが、下山クリアにかなり、大手かかった状態だったんですけど。うん、殺されてたよね、なんかね、うん。残念でしたね。大手かかったの？まあ、殺されてやったら、まあ、大手かかっても一緒ですけどね。まあ、うちらはクリアするって予定なんで、うん。そうですね。一応予定あるんで、ちゃちゃっとやっちゃいますけど。ちょっと待ってください。はい。この状態で、あ、ちょっと、みんな死にまくってるからログがすごいんですよね。画面これぐらい引いて。マジで死にまくってんの、はい。じゃあちょっと設定しながらお二人に、はい、もう始まってますんでインタビュー始めていきますね。はいはい。まず、はい、博士さんから今回の肝試しの抱負などあれば。抱負は全クリですよね。おお。全クリですよ、全クリ。そうだそうだ。完全勝利を目指しますね。要は下山クリアしますよと。そうだね。そうだね、プロ。はい。はい。じゃあ、カショさんからの意気込みみたいなのもあれば、何か。いや、もちろん、やっぱり完全最速達成、クリア、もう変になっちゃいましたけど、今。完全クリアですね、やっぱり。一度も死ぬことなく。別にスピードは競わなくて大丈夫ですよ。あ、わかります。もちろん全てを堪能しつつ、やっぱり多分。そう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 。効率的に進んじゃうと思うんです。視聴者の方が、楽しむように、ね。はい、もちろん。喧嘩したりしないでください、二人で。あなたたちの応援イラスト見ると、博士が、カシオさんを殺してたりとか、カシオさんが博士の上に、足を乗せて、勝ち誇ってるとか。あなたのやつだけだよね。カシオさんをハッキングしたっていう人だけです。不穏なイラストしか届かないんです、あなたたちの応援イラストは。おかしいよね。僕らこんなに、こんなに和気あいあいとやってんのに、なんでそういうことになるのか全然わからないです、ね。謎ですよね。頼みますよ、本当に。大丈夫ですよ。うん。うん。ね。ね。うん。じゃあもう、早速、ちょっと準備の方はできてます？完璧。とりあえず、ヒールと剣と、はい、一個ずつ押してもらって。ヒールする？あ、オッケー。はい。オッケーですか？で、僕はもう透明になって、はい。で、もう、あとはお二人の、
あの、チャットからミュートにしますから、はいはいはい。もう、二人のタイミングでも行っていい感じしますよ。小山に向かったらもう暗闇になるんだよね。自動でなります。はい。はい、で、下山ルートは一回でも死んだら強制転送です。はい。大丈夫です。リスタートは、下山はできないですよ。大丈夫です。はい。余裕です。じゃあ、よろしくお願いします。カシオさんと博士さんの第4組の出走になります。皆さん。はい、よろしくお願いします。じゃあ、楽しませていただきますので。はい。はい、よろしくお願いします。失礼します。いってらっしゃい。はい。皆さん、最初前行きます？いや、いいです。早く行ってください。はい。もう不穏やわ。常に後ろにいるから。わかりました。不穏やわ。後ろにいなかった時はびっくりして。あ、大丈夫だ。大丈夫、後ろにいるから。OK。どの段階で暗くなるの？わかんない。怖い。ああ、いいなぁ、ここは。どの段階で暗くなるんだろうね。怖いね。暗くなるかも。いきなり暗くなるかもよ。それ。停電っつって。あ、ちょっと空暗くなりません？夜になってません？これちょっと。徐々に。これね、鳥居をくぐるごとに。徐々に暮れてますね、完全に。そうです。時間が進むように設定してますんで。暗くなってきてる空。そうです、そうです。暗いよ。山にたどり着くと日が落ちるっていうね。もう暗いの、博士さん。タイマーを仕込んでおります。やめて。はい、やめて。空が暗いって話。空がね。ちょっと待って、頭変え。ちょっと、ね、自由。はい、いいよいいよ。夜になりましたね。はい、はい、はい。あ、この段階だ。もう出るぞ。もう出るぞ。出るぞ。分かってる。出るぞ。ちょっと待って、鼻かゆい。待ってくれ。体かゆすぎやろ。あー。あー、出るよ。あー。あー。怖い。あ、出るよ。出るよ。カシオさん出る。もういい。もういいよ。じゃあ、もういいよってあったら出るからね。頭かゆい。出ないな。チュートリアルですから。全然いける、これ。チュートリアルです。余裕だな。これさ、どれぐらいの長さがあるかっていうことも分かんない。1時間コースだからね。ああ、先が思いやられる。コースだもんな。あ、でも全然本当に。ああ。うんうん。全然。あ、なんか声聞こえるよ。早っ。逃げんの声だけだ。いないもん。ほら。コケ脅しですよ、コケ脅し。で、本物がそうそう出てくるわ。気読みしないで。ともなくで。怖い。あ、プロ見えなくなっちゃった。嘘でしょ？あー、びっくりした。いや、一瞬でも本当に安定してるな。プロはね、あまり先行しすぎると、うぅ赤さんが落ちたのかと思った。なんでやねん。なんで落ちないよ。ここもね、入水音が流れるようになってます。はい、それはそれで物騒でしょ。何かさあ。あ、ウィザーの墓じゃないですか、これ。ウィザー。あ、これウィザー復活するんじゃない？いい読みですね。博士、いい読み。いい読みですね。いい読みですね。今、フラグ立ちましたよ。ウィザー復活するんじゃないですかっていう。フラグが立ちましたよ。これ、これ来るぞ。これ来るぞ。誰、水道出しっぱなしにしてるの、これ。来るぞ、これ。ピチャポン、ピチャポンつって。最終的に来るぞ、これ。そら来るわ。予測が大雑把なんだ。上から来るぞ、これ。全然来ないですよ、でも。上から来るって。結構進みましたよ、もう。いやいやいや、全然だ。置いけて？あ、置いてけだ。あ、置いてけか。わかりました。かば焼き置いてきます。ここね、置いてけぼりなんですね。八橋置いていこう、はい。置いてけぼりですね。これで何も起こんないんだよ。千住七不思議ですね。はい、あ、ベッドだ。ああ、ベッドだ。寝とこ。あ、これでもういいんでしたっけ？うん、オッケーだと思う。第一ポイントクリア。全然、全然余裕。だってここ、ここからどうチュートリアルだもの。ここから左すんが元に戻るの。チュートリアルだもの。え、こっち元に戻るち？いや、こっち大丈夫でしょ。ああ。左進んだらつってなんで右行った後に、え、こっち戻る道になるの？もうやめてください。ええー、あ、ああ、ええー、はあ、くすんで、
今のダメっしょ。何今の。カシオさん、あかんこすぎる。肉だけが残されてったよ。おお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 、早く行けよ。お早く行け。早く行け。怖いよ。早く行けよ。こっからです。ここからチュートリアル終わりました。ポーション投げる暇がないよ。暇はあって。さあ、いつまで余裕をかませるのかな。何のかもわかんないよ、もう。え、こっちか。一応、カカちゃん、来てくれてる。草があるところ、ボーボンところは道じゃない。ですよね。そうだよ。暗くて足元も見えないもん。怖い。落ちる。ねえ。うわ。怖い怖い。ちょ、ラッターさん死ん、あれ？ラッターさんじゃねえよ。ラッターさんだ。ラッターさん死んでる。あれ？ラッターさんは死ぬもん。これさ、ラッターさんが来た時自分の顔があるのってどういう気持ちなんだろうね。あ、これ、だからラッターさん死んでるから、幽霊の装束。白装束になってたんですかあれって。ああ。え、そういうことなの。ああ、なるほどね。まさかの一致ですね。まさかの一致ですね。めっちゃ首落ちてるよ。あ、今回目標としてはポーション一つも使わないっていうのがあるんで。もうやめろよ。何？今日はそれで拍手。すごい縛りきた。ポーション一つも使わない縛り。さん来てください。ここ、お相撲さん来たみたいですよ。ぜひ、ぜひ、ぜひそれでやっていただければ。伝説が、黄金伝説になるんじゃないかな。これ入る。まあでも、あの、下の根も乾かないうちにここで使うと思います。わかんなくなっちゃう。はい。こっち？ここでも、あ、無理だ。あ、ここもしかしてあれじゃないですか。こうやって見たら、後ろから見たらなんかこう、あの、なんか旅行とかである顔。違うでしょ。そういうやつじゃないと思う。あれ、こっちだ。戻ってきてます。看板とかじゃない。コーンってなった。あ、違う、こっちで合ってんのか。合ってる合ってる。合ってるな。早く進みなさいよ。すいません。さあ。早く、後ろついてくるのも怖いんだよ、こっちは。さあ。うわっ、こっち。ああ、いっぱいいるよ。じゃあ、早い早い。早い早い早い。大丈夫？早い早い。早い早い。何この上乗っちゃったじゃん俺。めっちゃいるめっちゃいる。ヒットポイントどう？ヒットポイント。すごいすごいすごい。じゃあ死ぬ死ぬ博士さん。僕今三三。なんだよもう。なんかね僕の周りにすごい経験値ボールが今集まってきて鬱陶しいことになってます。いるじゃん。いるじゃんじゃなくて冷静に対処して冷静に。冷静に対処冷静に対処。老人介護。老人介護ラン一瞬そう聞こえなかった今。老人介護。あんな世相歌ってないじゃん。老人。さあ、ここですね。怖えよ、もう。自分をごまかしていかないと思う。おいおいおい、博士落ちてないですよね。意外と博士驚いてくれるのね。押して落とそうか。やめて。あの科学の人やから、あの非科学的なものを全く全否定してるあの立場を取ってびっくりしないのかなと思ってたんですけど意外とびっくりしてくれる。あ、どこ行ったいるいる。あ、戻ります戻ります。ここ何やおい、え、落ちるじゃん。ああ何が2回落ちるんでしょ。そのために殺されるんでしょあいつは。なんだこれ、行き止まりじゃないですか。行き止まりなわけないでしょ。え、でも道ないよ。はぁ、あ、そこら。道ないわけないでしょ。それはどっか、カシオさんが見逃してるんですよ。こっちか。ん？赤さん。ん？あー、いな、あ、いたいた。赤さん、こっちこっち。ん？どっち？こっちじゃない？ほんとに？すごい隅っこ歩くなぁ。違うじゃん。こっちですね。ちゃんとした道通って。こっち、こっち。赤さん、こっち、こっち。どっち？こっち、こっち。ここでしょ、ほら。こっち、こっち。あ！なんでそう、そう、隅っこ。クリボーはダメだっ。隅っこ。クリボーほっとさすが船虫と呼ばれてるだけはありますね。隅っこ行くなぁ。うわぁ！おぉ、燃えとる！燃えとる！死んどる！死ぬ！勝手に死ぬ、ここ行ったら。
な、何こいつ死ぬために出てきたの。よし、じゃあ先回りします。暗いよ、早く行って。暗いよ、もう本当に何も見えない。本当だ、俺背中しか見えない。背中しか見えないよ。はぁ、えい、意外とはぐれないねこれね。ね、俺がすげえピットにくっついてるからね。はぁ、ああもう。うい、だって完全によそ見てたのに。なんだよ、なんだよ。ちょっと待って。かわいそうだよ。かわいそうだよ。何匹死ぬんだよ、これ。お前、遊んでた。嘘でしょ。はぐれてますよ。はぐれてますよ。ごめん。死んじゃう。ごめんごめんごめん。先に言ってるとは思わなかった。ちょっと、俺はガインガイン楽しんでたらさ。面白かった。ガインガイン楽しんでたらいつの間にか。ちょうちんお化けゾーンですね。こっちかもな。あああ、こんな感じですね、調子お化け。ピチャってるよ。見えますでしょうか。ピチャピチャいってる。おーい、お、すごすごこれ、すごっ。怖っ、怖っ、怖っ、すごっ。マグマキューブだぞ、あれ。死ぬぞ。いって、見つけたよ、博士さん、ちょっと、俺、死ぬかも。あ、だよ、せー、あれだー。あ、うん、やーす。はぁ。やれやー。ちょっとちゃんと見たくて。ちゃんと見てる場合じゃねえだろ。ちょっと待って、ちゃんと見たくなっちゃった。ちゃんと見てる場合じゃないだろ。あとちゃんと見れるよ。どこだ、どこだよ、次のチェックポイントくれよ、もう。やだよ、それで不安になってる。はい、チェックポイントですよ。チェックポイントなぁ、ちか。ほんと一寸先も見えないからさ。ここ中なんかあります。建物だ。建物ある。やだよ、ここ物騒だよ。あ、チェックポイントだよ。ああ、あ、あ、 UFO。 あ、違う。何が危ない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 、ちょっとニアミスしてしまった。危ない、ちょっとあんま近づかんとこ。危ない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 。これかなり実は順調なのでは。危ない危ない。どうかな、まだ敵っぽい敵も出てきてないしな。い、中見せてあげようかなと思ってみんなに。嘘、僕の今見えないんで。自分で指揮を上げようとしたの。そんなに自分でしない。あんまちょっと余計なことしてんと。まあ、じゃあ口でしょこの辺。まあね。カシオさんの戦闘能力に不安があるからな。待ってください。僕ほんと大丈夫。バカじゃなかった。はい。来ますよ、皆さん。俺、やってた時さ、はい。すぐに戦闘能力で負けてたからさ。うっつっていい、博士さん大丈夫かと思った。俺、剣持ってないからさ。死んじゃうね。あの角度から出てくると。死んじゃうよ、こっち。シャーつって。暗いしなぁ。こっちだ。暗いんですよね。びっくりしてるよ。びっくりしてるんだけど、びっくりした時に声出る人って出ない人がいるでしょ。あ、アガさんほら、田舎帰りたくなってきたんじゃないですか。あ、ほんとだ。帰りたい。田んぼですね。これが現代社会人が。一番のトラップだよ。で、田んぼの水車小屋。はい。あの水田の向こうへ帰りたい。すさんでんな、やっぱ東京とかに住んでるだよ。なんていうの、そっちだって大阪のサービスエリアだろ。あいててて、ええー、いた今のダメージ食らったんだけど今。なんだよ、なんだよ、ここ何にもないのかよ。なんか折ってくるだけかよ。浮いてる。痛い。あったよ。痛い。痛いよ。もう一回踏んじゃったよ、痛い。ここ踏むと降ってくるよ。痛い。むせてる。むせてる。大丈夫ですか。大丈夫、おじいちゃん。大丈夫ですか。あ、じゃあ僕もトロピカーノ。あ、でも、赤井さん、トロピカーノ飲んでる今なんて。何何何何よ。危ない、今。手離してたら敵来た。なんなのよ、もう。びっくりするな、こっちが。あ、これ、しっちゃんじゃない。しみちゃん、しみちゃん的なネズミちゃんじゃん。そうです。ネズミですね。言った通り、
草の高いところだと剣が当たらないから。あ、そっか、出さないといけないんですね。そうそうそう。はい、じゃあ粉木ゾーンエリアです。あれ、博士さん子供いる、います、猫じゃないの。そうなのこれ。何と戦ってんの、ちょっと。ゾンビ、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 何と戦ってんの、ゾンビと戦ってんの、マジで、ゾンビ戦ってたの、すごいでかい、何これ、木、これがね、7号ですね。ご覧のように、7号の根元ですね。根元まで来たのかな？はい。7本立ってます、これが。山の周りに。静かだよ。静かな。もっと効果音、もっと効果音ください。放送の都合で効果音言われる。ちょっと今の何？剥がす。ありますよ。あのね、夜桜と関係はないですけど、夜桜の7号を、手止まってから今モチーフにして作りました。はい、俺が出したら独自効果音だ、今。怒りますよ。なんでなんで、どうかな。ああ、おい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 、いや、ちょっと驚いてみた方がいいか。やめろ。エンディングを楽しめよ。ちょっとおまけしときました。僕がおまけしときました。ほら、怖いからさ。あのね、地中にトラップドアをいっぱい仕込んでるんですよ。で、踏むと、遅延で、ガタ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 ってなるようにね。わかってるわ。してます。そこまで怖い色が虹色だと思ってないわ。超、びっくりした、今。うわぁ、怖いよ。プロ早く行って。あ、来た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 。見た？あ、そっか。起きないと。起きちゃうんじゃない。よしよし。もうなんかほんと暗いなぁ。ほんと暗い。今どんくらいって言った？あ、やっぱ言った。やっぱ言ったよ。ちょ、ハクさんこれ、あ、一方通行ってやつか。そうですね。あー、これが一方通行か。あ、こっちこっちです。なんか通ってる。オッケー。わかねえなぁと思ったもん。あ、今チカッとしませんでした？え？何が？チカッとしない、俺のだよ。それ俺のって何？バニラですね。モッドなしですね。基本的に。リソースパックは作りましたけど。なんか音、基本バニラですね。これプロがファーだ。え？プロファーするタイミングじゃないですか。いや、やんないから。プロファーっつって。だってさっきセーブポイントもあって、そうそう、ファーさあ、行きますよ。一回やっとく？行きますよ。今の爆発音は振りです。本物が来ます。本物が来ますよ。あー、爆発しなかったー。ミアザファー。オッケーです。ミアザファー。じゃあ、赤さん？ん？何それ？何が？ファーの下り。もういい。もうやんないか、ミアザファー。やんないですか？もうすぐだと思うね、多分。絶対用があるんだって。あるでしょうね。うん。用意してるって言ったもん、ファーポイント。ファーポイントじゃないですか。ここで、地獄域を見てると。ある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 。あ、ぐにゃぐにゃある。ぐにゃ。後ろから来ます。後ろから来ます。え？あ、大丈夫？後ろから遅いです。後ろから来ます。もう、はい、ぐにゃぐにゃしてるときに後ろから来る仕掛けです。あんま動かない方が良いのでは。よしよしよし。アップした。大丈夫か？ぐにょった。え、博士ぐにょらなかったんですか？ごめん、ぐにょらなかった。襲われてたりと、なんかダメージ飛び越えちゃったの？今ぐにょった。めっちゃぐにょりましたよ、今。マジで。偶然。で、パニックすると、なんかね、溶岩に落下する方が割といるんですよ。ぐにゃぐにゃするから。あ、そう、見たかったな、それはそれで。そっか。あれ？どういうこと？どういうこと？え？え？何これ？飛び跳ねてる？何これ？フル色ですね。あ、そう、行っちゃった、それ。おい、どうだ、めっちゃ死んでる。死んでる。プロ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 。はいはいはい。早く行って。あ、え、そっち？いや、プロが時々はぐれるからさ。時々はぐれるのやめてくんない？時々だから許してくんない？はぐれるのやめてくんないかな。こっちか。これ的確にルートをたどって。的確的確。暗い。あ、めっちゃ暗くなってきてる。
暗い、光源が全然ない。暗い。プロの背中しか見えてない。道中明るくすると、なんだろうこれ。サカサカ歩く人が出てくるので、こっちダメじゃん。あえて暗くして、そんな幻覚歩くペースを、ね、コントロールしてます。そんな外れるかもしれないだろ。そんな外れないじゃん。そこじゃん。外れるよ、もう。決めたよ。ジャンプすんなよ。決めだな。散々今まで不真面目なことしてきたくせに。うわぁ。後ろに下がるんじゃない、いちいち。下がるでしょうよ。下がるでしょうよ。下がるんじゃない、こっちが前になるだろ。命中してますね。ってなるでしょうよ。これも。それと、驚かしポイントも、あまり畳みかけるようにするとね、慣れるんですよ。慣れるんで、逆にね、間を空けて、間を空けて、いきなり、ドンみたいな。これあまりやりすぎないように。微妙なバランスで構成しております。やばいって。来んのかな、殺意の波動に目覚め。